はい。どうも皆さん、こんにちは。かぶくんです。今日はですね、陸上フィギュアスケート四大陸選手権に向けて衣装を作っていこうと思います。で、こちらですね、ズボンの方なんですが、えー、まずね、まあ、生地、こちらに生地と新聞紙があるんですが、えっ、ー、と、こちらにいつもの、えー、僕がフィギュアスケートの、えー、練習の時に着ている、えー、ズボンですね。このズボンを元手に、 この新聞紙の型紙を作って、この新聞紙の型紙を元に、これを切りました。はい。で、ちょっと新聞紙よりは大きめに切りました。っていうのも縫い代があるから、ちょっとだけ生地がちっちゃくなっちゃうからですね。で、こっちにもズボンが、えー、あの、あの生地がありまして、こっちが、えっと、前かな失礼。後ろだったかな後ろか前。ちょっと後で確認しますけども、ズボンのこっちが、 後ろか前でこっちが前の部分か後ろでですねでこっちにも型紙があります。はいこういう風になっているんですね。で今回、緑の、えー、ビロード型の衣装。ちょっとね光があのあ当たってて見えづらいかと思いますけども、もビロードの衣装を作ります、ズボンで。はいで上半身、まだ決めてませんけども、も下半身をまずズボンを決めてから作って、 合わせてていいこうというとうに思ってますで現在どんな曲で滑るかとか実はまだ決まってないんですね。でまあ,あの頭の中ではこういう曲で滑るって決まってるんですけどもまあ実は衣装が決まった後に、えー、音楽選定をすることも結構あったりするんでまあそういった意味ではまあとりあえず衣装を先に作りましょうという,いうことから始めていこうと思います。 振り付けの完成度としては30%ぐらいしかできてないんで、えー、完成するにはそうですね、えー、まあ、えー、2、3週間ぐらいは勝っちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。はい。こちらのミシンで作りますね。はい。で、いつも時々金が鳴りますけども、金はこの子の仕業です。この子の仕業ですね。この子の仕業。うん。 この子の子仕業です金は,、ね、そうはいそれでは、えー、作っていきましょうはいではえー、っと生地に針を通しました針を通したってまだあのこれこの針ですけどもこれねこれこれですけどもえー、っとまずその表ねここ表これ今これは裏ですけどもこれが表ですね表と表の生地を合わせて えー、針をつけました。はい、こうやって。はい。で、ここをこうやって縫っていきます。こうやってね、じー,ーって。縫っていきます。はい。これでね、これを、あ、これでじゃなくて、これでつけて、このね。はい。で、この後にミシンで縫っていきます。ここをね、こうやって、そう。はい。で、これは、友達が作ってくれたやつです。はい。まあ、どうでもいいですね。 はい、では縫っていきますけどもえー、っとですねあのー、針がね、あのー、これついてますよね針がこれでこの針はこの針本当はね無視して通ってっても壊れないんですよだけどたまにね壊れるんですねなので今日は針をいちいち外しながら縫っていきますはいいやーね本当これたまにね、あのー、バチとかいうことあるんですよで 1, あの1センチとか2センチとかありますけども大体1センチくらいのところで、えー、縫いますけどもあんまり気にしないですねはい見えづらかったら申し訳ないですけどもカメラ回ってると何か。 変ですすねね緊張します、ね、変に緊張するっていう。でいつもはここを本当はこの針を外さなくてもいいんだけども今日はまあバチって食うこともあるので僕は外しますね。この針をこいつをね外します。はい上手い人は外さないですからね。まあ、僕はそういう上手いとかじゃないんで、ね、に。 で、縫い方とかねなんかそのなんか汚いとかありますけどもそこはね多めに見ていただけると嬉しく思いますねはい本当は生地はこっちにねこの生地本当はこういうふうになってた方がいいんだけどもちょっと今日は、えーまあ、そこは気にしないでやっていきましょうミシンって面白いですねなんか こう衣装とか作ってる時ってまあなんかできないんだけど上手くはできないんだけどもなんかこう作品を作ってる時っ,てっていうのはすごい熱中できて面白いなって思いますねはいなんか悩んでる時とかってなんかこういった作品とか作ったりするの没頭する時間っていうのをやってあげると悩みって消えてくると思うのでぜひ皆様もなんかその。 別にそうじゃなくてもいいんだけども、なんかその作品とかを作ると、なんか悩んでいるときに作品とかを作るといいと思います。はい、で、あと全く関係ないんですけども、悩んでいるときにですね、鳩時計を買うとね、悩みが消えるっていうね、そういった人格が入ってますので、覚えておくといいと思いますよ。はいで、終わりのところは、ここね、ここっていうか、多分違うと思うんだけども、えっと、えっと、ミシンによっては、ちょっとね、後ろに1回戻すんですね。ちょっとだけ戻して、 またこうやってもう分かる人はもう全然分かるんですけど僕なんか全然こういうの分かりませんってはいこれで一応完璧完成ですねはい完成っていうかあのここは終了になりますなのでまあこの後でハサミで切って釣りに行きたいと思いますはいそれでは釣りに行きますありがとうございますで今のやつがこれですねここがくっつきましたくっつきました こういうふうに、えっと、ちょっと失礼ね。失礼いたしますけども、えちょっと見えづらいかと思いますか。ここが、えくっついた、くっつきましたね。これが、こうやって縫ってきました。で、えっと、こうやってなりましたね。はい。で、同じようなところを、前も、これを、 これと同じような感じで、こっちもやりますけども、こっちはね、まあ同じようになるので、えー、動画は、えー、と撮りませんけども、まあこれ撮った後の動画を、えー、次に撮っていきたいと思います。はい。それではね、これも縫いました。右側のこっちも縫いました。で、今度これとこれをくっつけていくんですけども、ちょっとポイントが、まあ言い忘れたことがあったんで、一つ、えー、っと、普通のこのズボン、練習ズボンだと、 ここ,ね、ここからここまでの距離がちょっと短いんですね、練習ズボンだと。でも、フィギュアスケートの衣装は、この股から腰のところまでの距離がですね、練習のズボンに比べると長いんですね。わざと長くやりました。っていうのも、フィギュアスケートの衣装って、ちょっと、ね、長くやった方が、後で剥り心地が良かったりとか、えー、と落ちないんですね腰を、腰のところまで長いから。だから、しっかりと長く切るっていうところを僕は。 ちょ,っとちょっとだけ、えー、いつも作ってて、えー、あのそっちの方がいいと思ったんで長く切りましたと長くしましたはいではやっていきたいと思いますはいそれではねたのところにたくさん針をつけましたはいこうやって針をたくさんで、ね、まず内側のところにちょっと見えづらいかと思うんですけどもズボンの内側に針をつけていきますまず内側から縫っていくと 僕は成績が良かったんで、内側から塗っていきます。これはブクンルールかと思うので、えー、正式なルールって,ルールっていうのわ書けませんので、まあ、あくまでもブクンルールはこうやって内側でやるよっていうところですね。はい。それでは塗っていきますね。針を扱うときは、ブスっていっちゃうときがあるので、メガネをね、かけながらやるといいと思いますね。で、針がね、飛ぶことあるんですよ、マジで。これが折れて。 そうだからメガネは絶対ねミシン使う時はやった方がいいですね。鳥さん登場しますけども。 はい、では実際に股の方から縫っていきますけどもブスってね刺さらないように気をつけてください。やっぱり、ね、手はねあの針を扱ってるとブスってね刺さることもあるのでしっかりと気をつけようとメガネ今かけてますけどもメガネかけないとですね針が時々ねあの壊れて飛ぶんですよ本当です。なのでミシン使う時はあの僕はメガネをかけることがいいかなと。 思いますね。で、あとは、集中しないとブルーって手までいっちゃうことあるんでね。まあ、あの、怖すぎるんで、あんまりそういうこと言いませんけども。あでも、本当に、あの、集中しながらね、僕も今回ビデオを撮りながらやってますけども、まあ、ビデオを撮りながらも、集中してやんないと、ブスってね、行っちゃうことあるんで、そういう人いるんですよ、マジで。本当に。だから、気をつけないといけないと思うんでね。はい。では、塗っていきますけども、えー、まあ、塗ってる間に、 今回の四大陸選手権、皆さんどうでしたかね良かったですよね。なんか今までの中でも非常に面白い試合だったかなっていう風に思いますよね。で、日本選手、すごく挑戦チャレンジャーの人多かったですよね、今回。なんか、4回転等とかね。 あのトリプルアクセルに、ね、樋口さんもせあの挑戦したりとか、新しい鍵山君が出てきたりとかで、ね、友野選手も、ね、あのショートフリー、まあ、フリーではちょっとミスはありましたけどもね、ねショートフリーで、ね、すごくいい演技だったし、なんか日本選手、すごく成長率高かったなっていうふうに、僕ね、成長率で言ったら、成長の率ですね、成長の率で言ったら、あのー、日本選手トップなんじゃないかなって思うくらい、本当に良かったかなと思います。 あの成長の率率ですよ成長がど,どれだけすごい技をやったかとかじゃなくて成長の率ですねシーズンの序盤から比べてみるとかなり成長率が高かったんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけどね。うん まあだからすごく見応えのある四大陸選手権だったと思いますし、羽生くんは今大会、ね、あの生命に変えてきて、ねまあ、緑色の衣装になりましたけども、あのね、あのいつもは紫色の衣装だったんですけどもね、ね、まあ、それをその、まあ、ちょっと若干ね、えー、ちょっと緑色を基調,基調とした衣装,あの装飾をね襟元とかに入れたりしてなんか新しい衣装をね。 えー、新しい性別っていうのを見せてくれましたけどもね、そうだからまあ結構新しいとこ,ところが多くて見ごえがある試合だったかなって思うんですけどもね、皆さんどのように見,見ましたかね？そう。 世界選手権も近づくで、来年はなんとね、プレーシーズンですが、ね、オリンピックは、ね、もうあっという間ですね、北京オリンピックのプレーシーズンって。だ,だから、まあ、そういった意味で、まあまあ、かなりあの楽しみやっていうのは、本当まだまだこれからでね、フィギュアスケートも本当これからどんどん上昇基調でね、えー、上昇トレンドで面白くなってくると思うんで、まあ、ロシアを、ね、どう倒していくかっていうところがポイントになってくると思うんですけどもね、うん、そうですね。 はい、でちょっとね喋ってるとずれてきますけどもね、こうやって。でずれてくるんですけど、こういうね、ビロードの衣装でちょっとね、ずれやすいんですね。で、あのこれ、えっとストレッチっていうのか,うのかな、えー、こうやってあの伸びますっていうか、伸びるやつをやらないと、えー、あの衣装がね、ビリっていっちゃうんで、えーまあ、もちろんこういった衣装を作るときは、まあ、ストレッチ素材の。えー 衣装てか生地を作ります。で僕結構もうね生地っていうのはもう本当えっ、ー、とあるものだけで作ってるって感じなんで今も生地ね結構あるんですけども、まあ、まずね家にあるものから衣装何でもいいから衣装を作るっていうところですねあの、ま、わざわざ買うんじゃなくてまず家にある生地,で生地をまああの、 あの終わってから新しい生地を買いましょうっていう、そういうスタイルで、えー、まずやってるんで、まあ、本当衣、ね、装の、えー、生地の、えー、種類によって音楽を何にするかってね決めるぐらいね、ねそんな感じなんでね、本当に、はいそうね、はい。ですねは、ね、えー、これから切、えー、っていきますので、失礼、縫っていきますので、ここは、えー、飛ばしていこうと思います。それではまた次,の次に移りますね。 あとなんか人生ってマリオカートにすごく似てるなっていうふうに思ってまして、えー、っと僕ねヨッシーが好きなんでヨッシーを目指してるんですよであのまあ目指してるっていうか僕の性格上ヨッシーが一番近い,なんか近いのかなと思うんですがあの海外だとねあの僕あの名前ヨシヒデっていうんですが自己紹介するときにめんどくさいからヨッシーですって言うんですよヨッシーですってね普通にね、えー、例えばヨシオ君とかねヨシノリ君とかっていう子がいればですね、えー、多分海外に行ったらヨッシーですっていうふうに自己紹介する人多いと思うんだけど もその時にね「あのマ,リオマリオの良しですか?」っていうふうに言われると思います。っていうのは、ね、あのドラゴン 緑色のドラゴンのことをですね、ヨッシーって日本では言いますよね、ヨッシーち,ちっちゃいつがね、ッと死の間に入りますよね、ヨッシーって言いますよね、でも海外ではなんとね、ヨッシーって言うんですよ、本当に。アメリカはわかりません、でも僕、フランスとベルギーでは、えー、皆さんからマリオのね、ヨッシーですかって言われます、これ本当なんで。えー、っと、だからね、ヨッシーが、あのつまりちっちゃいつが入らない、普通にヨッシーっていうのが、緑、え、色、ー、のドラゴンのことなんですよね、海外では。これ結構面白いなとかって思っててて、ね。で、まあ、何、えー、だっけ、 あと人生はマリオカートに似てるっていうのは僕は例えば今こうやって衣装とか作ってますとなんか衣装のこう、ね、縫い方が、うん、ここの縁取りもうちょっと縫いなさいとかね、えー、もっとこう早く縫えるんじゃないのとかって、ね、言われたりとかね、えー、例えば、えーっとね、フィギュアスケートやってればですね、えー、なんかあなたのジャンプは、うん、羽生君よりも全然できてないとかね、えー、っとスピンが、うん、なんかつま先が、ねえー、っと上に伸び,て伸びてませんとかね分かってますよもう全然できないもう僕はどこの部屋に行ってもね あの中の下ぐらいなんですよ本当に。マジでその中中下ぐらい本当にでね、まあ本当どこの分野でもそうなんですよね。えっとまあいもそうだし、それから料理をすれば、一応料理もね作るんですけども、卵焼きのね焼き方がね下手くそとかね、もうねやればやるほどね、もう言われます。でも本当分かってますよ。ね、もう勉強もそうでした。数学とかもね、色々やったんですけどもね、あのね、まあ白,白チャートとか木チャートとかやってましたけどもね、バカにされてましたね、本当に。勉強もね中,の中 いデイだったんであの本当まあ いろんな分野で、そのね、真ん中よりもちょっと下だったんですよ。で、なんで僕はヨッシーかと言いますと、マリオカートでは、中量え、軽量級、中量級、重量級って言いますよね。で、あの、重量級なんですよ、ヨッシーっていうのは。重量級ね、真ん中。で、何が言いないかというと、重量級っていうのは、加速とね、えー、っと、マリオカートで重要,重要なのは、加速とスピードなんですよ。で、えー、っと中、軽量級の人はですね、えー、キャラクターはですね、例えば、ベビーマリオとか、ベビールー とかベビークッパだってクッパジュニアだって、まあ、そんなのありますよね。リリーコングとかね、えーっと。加速が速いんですよ。ちっちゃいから。ちっちゃいから加速って速いと思うんですよ。で、なんだけども、スピードが遅いっていうネ、ね、メリットがあるんですね。で、従業級は例えばクッパとか、えー、っとテレーサーとか、えーっと、ドンキーコングとかですかね、ワリオとかもそうですけども、そういったでかい人っていうのは、でかいは、 キャラクターっていうのは、えー、とスピードが速いんですけどもデメリットとして加速が遅いっていうデメリットがこれはマリオカート皆さんやってると思うんで気づかれると思うんですけども、えー、そういったねあの専門性っていうのがね軽量級と重量,重量級にはあるんですよ。例えば、えー、料理料理人だったら料理だったらまあ料理人がいるけどもフィギュアスケートはできないとかね。えっ、ー、とまあすごい何かに特化したあの でももののがあっったとしても、えー、あのそっちの分野ではもう全然、ね、パソコンが得意だけど、えー、っとスポーツは苦手とかね、えーっとまあ、そういうのがあると思うんですよ。で僕はですね、まあ、中寮級ヨッシーを目指してるんですよ。キャサリンとかねル,、えー、っとルイージとかマリオとかワルイージとか、えー、っとピーチとかねそんなやつですね。そういうところを目指してるっていうか目指してるっていうか僕の性格上そうなんだ,な,んだなっていうのが分かったんですけどもだからねあの専門性に特化した方がいいっていうのはね昔から言われてきたんだけど僕はねそういう人 人生はね、えー、向いてないっていうふうに思ってたっててたいうか向いいいててないっていうか無理だなと思ってて、まあ、オールマイティに頑張りましょうっていうふうにまあどれもまあ中の中下ですね中の中中でもなく中のちょっと下ぐらい、うん、それくらいなんですよ僕はだから加速も特に普通だし、えー、スピードも特に普通だし、まあ、全然悪くもないんだけどもあの悪,悪,悪,悪くもなければ良くもないっていうねそういうとこなんですよだからそこをね見ていただきたいだからねいろんな分野でいろいろ言うんですよいろんな「本当あなたのこれはできてません」と もうほんとね、えー、と精神的にやられますけどもでもねあのそういったのも含めまして本当にこの今衣装を作ってるけども非常にこう衣装を作るのが面白いっていうで、ね、そこがいっぱい一番ね大事だと思うんですよね。そうだからまあ,あの僕は「マリオカート」で言ったら「よし」かなと。 うんまあ、たまたまね僕の名前もヨッシーだったんで、まあ、海外でいうところのヨッシーで良かったなというふうに思うどうでもいいんですけども全くどうでもいいんですけども本当にねただね本当に人生ってね、まあ、要はキュウリを思いつきで話してますけどもマリオカートに似てるななんて思ったりもしてますねフィギュアスケートとかやってると本当にそんな感じがします。いろんな分野でね、えー、まあその 専門的な分野が強かったり、まあ、あるいはオールマイティな人とかもいるっていうのがあるのでやっぱそういったところがね、えー、まあ結構本当にあのおも面白いなというふうに思いますね。はい 15分の鐘が鳴りましたね。もうちょっとで、ね、これ、以上終わりますけども、えー、細かいところも進めていきたいと思います。だから、このゲームの、ね、音楽なんかで滑るのも結構面白いなぁなんて思ったりもしてますよね。えー、カナダの,あのケビン・レイノルズさんなんて昔、昔、クロノトリガーで滑ってましたもんね。えー、今年だと、確かト、トゥルソワさんかな、ロシアの選手が、確か、うん、ゲーム系の曲で滑ってましたよね。まあ、ちょっと名前までは忘れちゃいましたけどもね。そう、うん、なんだけども、だからね、ゲームの曲とかで滑りたいな。マリオカートなんかいいかもしれないですよね。 ぷよぷよとかも面白そうですよね、なんかそんな友情とかも結構いいと思うんで、例文音楽なんかで進めるともいいと思いますけどもね、うん、まあ、どうでもいいですけども、そんな感じですかね。はい、それではね、ズボン、とりあえずは、えー、完成80%ぐらいできました。あとはねこの縁取り ここの縁取りをやって完成していきたいと思います。はい、えっとまあこんな感じでだいたいねここまでできるのがまあそうですね二三時間二時間くらいまあこういった下積みもありますから2,3時間くらいはかかるかなというふうに思います。こういったズボンがこの練習時で、えー、作れる、えー、そしてこの型紙を作れてこれからこの型紙からここに作れるっていうところに移るので、えー、まあ、結構簡単にできちゃうんじゃないかなというふうには考えています。 はい、そんな感じです。えっ、ー、と、皆様、最後までご成長いただきまして、ありがとうございます。これをね、来まして、陸上フィュラの一緒、えー、と作品を作っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後までご成長いただきまして、ありがとうございます。